はい。ええ。40話なんですね。ごめんなさで17話です。えー、私の、えー、親友のですね、氷室聡ちゃん。氷、えー、室聡太さんだ、えー。とんでもないことになりました、えー。彼はですね、えー、私の、えーまあ、親友なんですけど、その聡ちゃんが YouTube やったんですね、えー。とんでもないことになりまして、 こちらなんですけどベテランの漁師が琵琶湖で網を投げるとこうなるというとんでもないこの動画あるんでちょっと見ていこうこれね こうやって漁師さんがいて、ベテラン漁師が琵琶湖で網を投げるとどうなるんだって。ね。これなんだけど、こうやって今、琵琶湖の子来たよな。なうん、そうちゃん来て、漁師さんがこうやって網投げたんもう一回投げるとこ見るほら。ここ。行くよ。あ、投げるとこ見ないからな、おい。 ほら、あほら、あここあこの辺かなあれあれあっ入り組んだとこがあるで今投げたやんでこのおじいちゃん投げたでさ漁師さんだなうんでこれ漁師さん取ったやらこれいっぱい鯉いか船かいっぱい取れたやんな うんすごいな。ねえこれ。恋かな、これ。うーん。孫い選ぶな、かな。とんでもないことだな、これ。日黒のそうちゃん。日黒のそうちゃんが、これ撮影したんや。漁師さんの許可取って。とあみやったら、こんだけ取れる。うん。 ゲンゴロブラだな、これな。対抗のある。ゲンゴロブナ。ニゴロブナ。ニゴロ寿司だな。で、これでなんでこんなバットボタン押されてんの、これ。意味わかんねえんだけど。45グッドで92バットって。何が気に入らない漁師さん、これ食べるんやでなんか悪いことした漁師さん。現実を知らないからさ、バット押しちゃうんだよな。どこ見てんだよ、バット押したやつ。 漁師さんが川でなあ、コイとか船取って、これ食べるんやで。なんでバットボタンなのベテラン漁師さんが琵琶湖で網投げて。だから、漁師さんだって長年やって先輩なんだから、で、俺らの方は漁師さん、これ大先輩だこれ、おじいちゃんだもん。70ぐらいだよ。ね、60代か。もう,もう何十年も大先輩で。 何十年もね、琵琶湖で40年50年漁師やってきて、ね、ヘラブナ捕まえて食べたり、んで、これどうするのか知らんけど、多分食べるんだろうな。食べないんだったらこんなん入れないよ。で、なんでこんなんバットボタン押してんのはあおかしいだろ、ほんとに。見て、俺の親友の姫野蒼太さん、蒼ちゃんがさ、40センチ以上あるマブナを大量でさ、 これおそらく家帰って寿司にして食べるんだろう。で近所の人とかに配ってなあ仲良くやるって何でバットボタン押してんだよ誰が押したんだバットボタン押したやつ。